ジュビトーク特別編、教えて先輩。もう少し質問あるみたいなんで、はい、ちょっと聞いていきましょう。はい、お願いします。ボランチの中村俊太です。自分はキングダムという漫画が好きなんですけど、好きな漫画は何ですか？教えてほしいです。どうですか、好きな漫画あります？皆さん、健介ある？実は漫画読んだことなくて。どういうこと？すごいな。どういうこと？読んだことないんですよ、漫画を。こう読んだことない？なんかこう教科書しか読んでませんでしたよってこと？いや違います。見た急に見たことあるんですけど、うん、こうどういう流れでこう、あ、読み方が分かんないってこと？読み方が分かんない。あ、このコマとかがこう分かれてたら、もう全部この3列とか2列でこうなってたら分かるんですけど、たまにちょっと斜めに入ってきたりするやつがあるじゃないですか。まあ大きい声出してるとか。そうそう、うん、そういう分かるだろ。そういうの見るとちょっとあってなって。そうなん。じゃあアニメ派ってこと？そういう系を見るのは。そうですね、でもアニメもあんまり見ないです。何してんの？家で寮で何してんの？寮でゲームか。あ、筋トレやろ。筋トレ。筋トレはまあしてるけど、よくゲームか、うん、寝てるか筋トレですね。筋トレやっぱしてる。はい。いやでもすごいな。まあゲームとかは寮生みんないるし、あ、今コロナで部屋行き来できないけど、オンラインとかも今できるからね。そっか。やっさんはもう神派ですよね、漫画読むときは。あの、今こういうシュッシュとかじゃなくて、そうよちゃんとこれ派よ。これ派。そうっすよね、うん、そうっすよね。そうっす。何が好きなんすか？俺はまあスラムダンク世代なんでね。そうっすか。そうか。そう中学校の時にスラムダンク。はいはい。あ、中学か。じゃあ、うん、そうっすね。俺小学校。そう。でも俺が一番好きな漫画はナオコ。ナオコ、あのマラソンの。マラソンの。はいはい。あれを京都時代なんで、はい、19歳の時に、はいはい、練習帰りに行ってた、まあ、喫茶店のような定食屋さん的なところでずっと読んで、一人で泣いてました。はい、恥ずかしい。あの感情が動かないで有名な遠藤が。マジか。飯中に泣いてました。そうなんすか、うん、ぐらい好きです。これめちゃめちゃいい回答返ってきたんですけど、うん、このヤマハさんのブランドのこうコンセプト的に、うんうん、メイクウェーブスっていう。あ、はい、なるほどね、はい、心が動いた瞬間、はいはいはい、ナオコ読んだ時でいいですか？ナオコ、うん、そう、一番一番一番よ。それが一番ですか？俺も人こういたけど号泣してたから。恥ずかしい。今思えば恥ずかしい。今恥ずかしいけど、いや、よかった。俺がナオコ知っててよかったっすね。そうあれ、ナオコ知らないですか？まあ、知らないですか？皆さん、映画化されましたよ。はいはい。ちょっと今度読んでみてください皆さん、はい、ナオコマジ感動するから。読めよお前ナオコ。あれ勉強になるべ。初めての漫画。お前初めての漫画。初めての漫画だよ。絆がすごいから。本当ですか、うん、あんまちょっと響いてないなその感じちょっとでも漫画読んだことないんだったら、でも意外と読みやすいかもしれないです、うん、昔の漫画の方が、うん、まあどうか分からんけど。そうどう、そのじゃあその漫画読んでないんだったら、その心が震えた瞬間の方に話を持ってきたいんだけど、はい、ある一番、何でもいいんだよ。一番感動でもいいし、あの衝撃受けたでもいいし、何でもいい。そうですね、うん、何年かナビスコカップ、うん、まだ優勝、ナビスコ時代ね、ルヴァンじゃなく。そうです、うん、2011年優勝した時、はい、うん、に見に行ってたんですよ、その現地に。はいはいはい、で10年だってよ。あ、10年、うん、10年だ。11年俺いなかった移籍したのさ。で延長まで行って、うん、あの今ユースの監督の良一さんがルーク、はいはい、ね、はい、決めて、うん、4対2かで、うん、5対2か4対5対3じゃない5対3よ。最後牧野が PK 吉川さんが止めてな。うん、でその時は本当にもうスタジアムの雰囲気もそうだし、うん、やっぱジュビロ強いなっていうのはそこで思って心が震えました。うん、何年生？小学生？
小学生、2003年生まれなんで、小…え2003年生まれ、あ、間違えた、あ、2003年生まれです。で、2010年、7歳、小2、小1、小2、まあ、それ以上の衝撃がなく今まで生きてきたのすごいな、お前。そうっすね。まあ、それだけやっぱ優勝した瞬間は、自分も現場にいましたけど、いや、すごかった、うん、まあ、あれ以上の衝撃っていうのはやっぱ自分で優勝しなきゃ多分、そうですね、はい、起きないだろうから、頑張って、頑張ってじゃないね、頑張りましょう、頑張りましょう、うん、そうだね。ディフェンダーの渥美啓太です。トップチームに昇格するためにユースでの日々の練習で心がけていたことはありますか？だそうですけど、これはちょっと同じユースの先輩として、健介どうですか？そうですね、まあ、ジュニアユースから自分はユースに上がったんですけど、まあ、高1から試合に出させてもらってて、まあ、自分よりがたいが良かったりとか、うん、速くて強い上手い選手と試合する中で、まあ、どうやってやったらこの人たちをこう追いつくっていうか追い越せるかっていうのを考えた時に、やっぱりこの人たちと同じぐらい努力してもこのスピードっていう成長スピードはあんまり変わらないと思って、まあこの人たちよりまあ努力したら、まあ結果的に自分がその人たちより上に行けるっていうのは考えながら、普段の練習もそうだし、まあ、食事面も、うん、まあ、そういうところまで考えてやってたつもりです。はい、うーん、立派だね本当に。いや、素晴らしい答えだと思うし、本当にその通りじゃないかなと思うしね。まあ、サッカー面以外でもそういう食事面とかでも気使えるっていうのは、やっぱそれだけ意志の強さがあるし、まあ、実際トップに上がれてるわけだから、すごくユースの子には参考になったと思います。これはヤットさんとかは高校生の頃とかどういうことを考えてというか、いや、高校生の時はもう正直毎日必死よね、うん、あの今みたいに、なんていうの、しっかりコントロールされて練習内容とか、練習内容とか、はいはい、あの怪我をしない、怪我予防だとかしてたと思うけど、うん、俺らの時はね、はい、走れの時代やから、そうすね、正直なんかこれをっていうのはなかったけど、自分のストロングポイントは常にこれだって思いながらやってたね。うーん、ちなみにそのストロングポイントっていうのはどこだと思ってたんですか？パスと、はいはい、考えながらサッカーをするっていうのは自分のストロングポイントだなっていうのは思ってたので、うーん、まあ、それはどういう試合でも発揮しようかなっていうのは思ってましたよ、はいはい、うん、自分のやっぱ芯の強さっていうのがやっぱ大事ってことですね。そうですね、なんかこう俺らの当時はどっちかというとこうみんなが平均的にその平均を伸ばしていくっていう、うん、多分あの世代だったとは思うけど、もう今って何かに特化した選手だったり、うん、何かに特化した才能を持ってる人をがその道に、行って評価を上げていくっていう時代やと思うから、うん、それは多分サッカーもそうだと思うんだよね、はいはい、ポジションで結構ね、今だったらウイングとかに入ってる人はドリブルを極める、小さい左利きみたいな、メッシを代表とした感じで、だから、はいはい、今のこうユースの世代の人とかは、まあ、もちろん指導者はね多分全体的にこう押し上げ、うん、はいはい、ね、レベルアップさせたいと思ってる中で自分のストロングポイントを見つけてそれを存分にアピールしていけば、ね、もしかしたらプロの道になって、うん、もうこいつならドリブル絶対一人抜けるとか、うんうんうん、こいつなら1試合に1点決めてくれるとかってなれば絶対プロになれると思うので、うん、まあ、それを意識してやればいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、自分のこう武器を見つける時間にしてほしいです ね、うん、ね、うん、まだ1年生なんで、その厚見くんはこれからすごく時間もあるだろうし、うん、まだ自分の武器が定まってないならそれを見つける時間にしてもらって、うん、それを伸ばしていってもらいたいです。はい、俺はもう先生の言うことははい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 って聞いてました。あ、そうっすよね、ありがとうございます、わかりましたって、もう犬になってました、監督の。はい、
プロになるには、まあ運も本当ユースと違っていつも見てもらってるわけじゃないから、高校生だからその大きい大会とかに出たり大事な試合で何ができるかっていうのがすごく大事だったと思うから、持ってる持ってないって言葉は当時はなかったけど、まあそういうことが出せる風にするには普段からの練習をしっかりして、どんな状況でもどんな試合でもいい結果が出せるようにすることだったから、まあ普段からの努力っていうのが本当に大事かなと思います。ジュビロのアンダー18の選手から届いた質問はこれで全部です。高校世代最高峰のプレミアリーグを戦うジュビロアンダー18は13試合を終えた時点で2位と上位を争っています。今2位なの、すごいね、すごい、すごいね、ぜひトップチームだけではなくアンダー18チームへの応援もよろしくお願いします。お願いします、お願いします。では最後に一言ずつ感想をお願いします。ヤツさんどう。はい、ジュビロ U18、はい、の選手は本当にまずはプロになれるように、自分の、なんていうストロングポイントを見つけながらサッカーを楽しんでほしいなと思いますし、一人でも多くねこう日本代表だったり世界へ羽ばたいていく、プレイヤーになってほしいなと思いますので、頑張ってください。じゃあ健介、そうですね、まあ、質問くれたユースの子がほとんど自分とプレーしてる子だったので、まあ、やっぱり、まあ、全員ストロングポイントだったりとか、まあ、本当にうまいので、まあ、この質問を参考にしてもらえたら嬉しいのと、まあ、個人的にやっとさんに質問できたので、まあ、とても嬉しかったですいい場所になったね、はい。アンダー18の皆さん質問ありがとうございます。健介と一緒になってしまいますけど、この答えの中からみんなのこう成長につながるヒントになればいいかなと思います。そして YouTube をご覧の皆さん、僕も健介もこうやっとさんの答えっていうのはすごく参考になるものが多いですし、ご覧になっている、サッカー少年のを持つお父さんお母さんもぜひこう見せてあげてください。もともと見ているサッカー少年少女たちは、この答えを少しでも参考にしてまた明日から楽しいサッカーをやってください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごい大ゲーム実況ができますここで大好きですこういうの夢です。あすごいこれもいいですか座っちゃって。やばい、で実況ができるようにマイクがあって、はい、この辺で声のボリュームとかあとは声が高くなったりとか D 音が入ったりとかエコーがかかったりとかっていうのをこっちのブースで聞けることなんです。そこで聞かれてる、オンルームなんで聞こえます。あ、OK です。やばい音がすごいやっていきます。これああこうやって倒していくってやつね。オッケーっす。はい。で音のなんか立体というかがすごい。あこれ死んじゃうかも。あ知らなかった。聞こえます？エコーかかってます？
あ、オッケーオッケー。やばい、ゲーム実況者になりたい。全然何話したらいいか分かんないけど、で画面がめっちゃリアル。あ、敵実況、あ、開けるこれでまるでイエス、倒せました。これで避けんの。